88式地対艦誘導弾は日本の陸上自衛隊の野戦特化部隊が装備している地対艦ミサイルシステム。略称は SSM-1 で広報を対象とした対外相称はシーバスター。部隊内での通称は SSM。1988年から配備されている。周囲を海に囲まれた日本は 艦船に対する防衛兵器として1970年代から対艦ミサイルの開発に取り組んでおり、航空自衛隊においては、80式季区対艦誘導弾が1980年から配備されていた。これをもとに、陸上自衛隊が運用する地対艦ミサイルとして開発された。沿岸に接近した上陸、進行艦船の撃破を目的としている。1979年から、 技術研究本部での部内研究が開始され、1982年より試作が開始された。開発経費は約205億円。1988年に正式採用され、システムの調達は2000年度まで行われた。ミサイルは前方より弾頭レーダーシーカー部、誘導部、弾頭部、燃料タンク部、エンジン部からなる。 ミサイル本体は80式から発展したもので、ミサイル本体中ほどに4枚の翼を持つ形状が共通している。本体ビブに4枚の相ダ翼を有する。射程延伸のためエンジンが固体燃料ロケットから TJM にターボジェットエンジンに変更され、発射時の初期加速用に4枚の安定翼を持つ固体燃料ロケットブースター部がビブに追加されている。 ブースターは初期加速終了後、分離される。ASM-1 と比較し、地上発射が可能となっただけではなく、Z エンジン化による射程の延伸や、誘導アルゴリズムや XM 性能も改良されている。本自体艦ミサイルシステムは、式統制装置、捜索・標定レーダー装置、射撃統制装置、中継装置、ミサイル発射機、予備ミサイル、 装填装置で構成される。システムは車載化されており、十分な機動性を有する。ミサイル発射機搭載車発射体制捜索レーダー、運用可能なシステム構成の組み合わせは、以下となる。各システム構成機材は、求められる任務の規模に応じて、柔軟に組み合わされ運用される。2011年5月時点で5個、死体艦ミサイル連隊が編成され、 各連隊の励下には4個射撃中隊が編成されている。連隊の本部管理中隊に捜索、標定レーダー装置と中継装置と指揮統制装置、各中隊本部に射撃統制装置が1機ずつ、各中隊にミサイル発射機搭載車と予備ミサイル装填装置搭載車がそれぞれ4両ずつ配備されている。 システムは聖地道路での機動性を高めるために全て車載化されており、車体は走行を持たないトラックを利用している。発射機は6連装のチューブ状のキャニスターを兼ねた発射装置からなる。ミサイルの翼は全て折りたたまれた状態でキャニスターに収容されており、発射直後に展開される。発射機は74式特大型トラックに搭載されている。 予備ミサイルはキャニスターに収められ、計6本のキャニスターが、クレーン付き74式の荷台に搭載され、発射機への積み替えは予備弾搭載車両のクレーンを用いて行われる。なお本誘導弾は、12式地対艦誘導弾の発射機搭載車両に搭載し、発射することが可能である。また、水平線外射撃が可能な 150km を超える射程と、 対艦ミサイルとしては本システムだけが持つ地形回避飛行能力を活かして指揮装置や発射機を内陸部に設置してミサイルを発射することができ遠距離から発射することでシステムの被発見率と生産性を高めることができるようになっているこのためカミフラの中東地などの内陸部にも地対艦ミサイル連隊が編成されているミサイル発射時には捜索標定レーダー装置 j t、PS、p s p 1 5が海岸線に進出し、捜作、探知、識別した目標の位置情報と識別情報が、レーダー中継装置を経由して、式統制装置に送られる。式統制装置により、経路プログラミングの諸言を計算後、処理結果と発射指令は射撃管制装置を経由して、発射機、ミサイル本体に送られ、斜め髪型へ行革をかけた。 発射機の発射チューブからミサイルが発射される。ミサイルは中間誘導が完成後方装置、終末誘導がミサイル自身によるアクティブレーダーホーミングで飛行し、陸上と海上で低空飛行を行うことで被発見率を下げており、電波妨害を受けた場合には、ミサイルを妨害電波発信源に突入させることも可能である。1987年夏に、 国産ミサイルとしては初めてアメリカの車上で実用試験に成功。1991年以降、毎年秋頃には、米カリフォルニア州のポイントマグユ車上にて、射撃訓練を行っており、電波妨害下での射撃も含め、すべてのミサイルの命中に成功している。江畑健介は、水平線の向こうを捜索できない、レーダーの特性上、JTPSP-15 に、 捜索評定を依存する陸上自衛隊の運用法では、遠洋の敵艦船に対しては十分な運用ができないとして批判。これからは捜索評定に無人航空機などを活用すべきであると主張した。一方、小川和久が地域の海上自衛隊の召喚から入手した情報によると、遠洋を航行する敵艦船に対しては、海上自衛隊の P-3C 小戒機が 敵艦船を同定し、この音声情報をもとに、陸上自衛隊側が本システムを運用する手はずになっているという。また、2015年2月13日付の読売新聞長官の記事では、海事の P-3C が探知した情報をもとに、陸自側が火力戦闘式統制システムに敵艦船の情報を手作業で入力して、本システムを運用する手はずになっていると報じられた。 対艦誘導弾の発達、開発 KF88 式地対艦誘導弾を基礎に、海上自衛隊向け艦対艦ミサイルの90指揮艦、対艦誘導弾、哨戒機搭載用空対艦ミサイルの91式空対艦誘導弾が開発されている。また、平成24年度予算から、後継システムの12式地対艦誘導弾の取得が開始された。 これは防衛省技術研究本部が88式地、体艦誘導弾システムとして、開発を行っていたもので、88式地、体艦誘導弾と比べて、目標情報更新能力、目標代償判別能力と式統制機能、命中点のばらつき、再装填時間が向上しており、同時弾着精度向上、水力変更装置付きブースターと、垂直発射方式の採用による、 速応性と人知選定の自由度向上、地形追随能力の向上がなされたことにより、システムと誘導弾の生存性が高まっている。中間誘導では、慣性誘導に加えて GPS でも誘導を行うことができるように改良されている。さらには、ライフサイクルコストの低減が図られている。北部方面帯東北方面帯陸上。 自衛隊武器学校東部方面隊西部方面隊陸上自衛隊富士学校ありがとうございます。